ダニオロンリーは、長見春之、浜花直樹、加藤智之、神道京平の4人の俳優と、演出家、ダニエラ・グリーンによって構成される演劇ユニット、2009年結成。2009年、関西小劇場で活動していた、長見春之が、レンタル会議室にて、観客なしで、一人朗読を行う際に、ダニオロンリーという名前を、初めて使用。その後、 浜本直樹が参加し、2010年4月、ダニオロンリーイントロダクション、遭遇、僕たちが孤独の川を下る時マイナスを上演。2010年12月には、正式加入しないものの、加藤智之と、新動京平が参加し、ダニオロンリーボリュームに、1966を上演。その後は4人で作品を発表し続け、2012年、加藤と新動が正式加入し、 現在の構成となる。下町ファンタジーと名打ち、男4人の演劇作品を年1から2本発表し続けている。また、2017年からは YouTube にて不定期で、オンラインドラマシリーズ、四ツ谷橋なんでも屋商店の人々を作成している。ダニエラ・グリーン・カナダ、ブリティッシュ・コロンビア州出身、長見・明子・広島県出身、浜・花直樹・静岡県出身、 加藤智之岐阜県出身、新道京平大阪府出身、ありがとうございます。